ゆるーく動画をアップしています。登録すると、マニアックな動画に出会えるかもしれません。いいね、コメントをいただけると、励みになりますので、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ここは、横浜市、港北区の、環状2号線、新横浜、駅前です。今回は、横浜市、港北区にある、諸岡熊野神社へ、アクセスしましょう。諸岡熊野神社は、神の使い、八田ガラスが有名です。八田ガラスは、三本の足を持ち、日本神話に登場する、カラスです。このカラスは、太陽の中にいる鳥として、言い伝えられ、人生を明るい方向へ導く、とされています。日本サッカー代表のシンボルマークにもなっていて、多くのサッカー選手や関係者が参拝に訪れます。日本サッカー協会公認のエンブレムがデザインされたお守りも売っています。サッカーファンなら一度は訪問する価値があるパワースポットです。
いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。登録をいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。